はい、こんにちは、つっちーです。今日はですね、こちらの F56 で、オイル交換の様子をご紹介したいと思います。でオイル交換、まず暖気がされている必要があります。でこちらの車も暖気終わってますんで、早速作業を進めていきたいと思います。はい、でまずオイルを抜く前に先にキャップを開けておきます。こうすることで、上から空気が入ってオイルが下から抜けやすくなります。はい、続いてですね、早速オイルを抜いていくわけなんですけれども、アンダーカバーの、サービスキャップを開けて、ちょっと見えにくいんですけれども、こちらにのれんがありますんで、ここからオイルを抜いていきます。でそれと同時に、もう一個サービスのキャップを開けると、こちらの奥に、オイルフィルターがありますので、そちらも、オイルを抜いて外して交換していきます。でオイルフィルターも同様に、フィルターケースの先端にドレーンがついてますので、そちらを先に外してフィルターの中のオイルを先に抜いておきます。はい、でオイルが垂れてこなくなったところで、続いてフィルターを取り外します。はい、こちらが取り外したフィルターになります。でこちらを交換していきます。はい、続いてフィルターを交換していきます。でこちらのもう古いフィルターは不要なんで処分します。であとこちらのこの部分ですね、オーリングになりますんで、こちらも交換になります。こちらですね。で新しいオーリングをはめて、新しいフィルターを取り付けます。でドレーンがこちらになるんですけれども、フィルターのキットによってはドレーン新しいものが入ってますんで、ドレーンも新しいものに交換します。で規定トルクで締め付けます。でこちらを車に戻していきます。はい、で先ほど、交換したフィルターを車両へ戻していきます。で取り付ける前に、フィルター取り付け部に、チェックバルブっていうバルブがついてますので、そちらの作動を確認します。問題ないようなので戻していきます。で取り付け時は、トルクレンチを使って規定のトルク、規定の手順で取り付けします。はい、続けてドレーンも戻していきます。ドレーンのパッキンを交換します。でこちらも同様にヘッドルクで締め付けます。あとはオイルで汚れてしまっている部分をきれいに清掃します。で清掃が終わったら、オイルを補充していきます。でこの後オイルを足して漏れのチェックをするんで、サービスのキャップは開けたままにしておきます。
で交換時に、規定の量、定められた規定の量を入れようとしていきます。はい、で今オイルが入れ終わりましたんで、これから、油量の確認を行います。で F 型から、レベルゲージ、棒にオイルをつけて、ついてるオイルで量を確認するっていう、レベルゲージがなくなってますんで、車両の機能、ナビゲーションを操作しての油量の確認になります。はい、で油量の確認は純正のナビ画面の操作で行います。確認します。で車両情報、車両ステータス、上から4番目のこの、エンジンオイルレベル測定ですね、こちらを選んでいただくと、でこの下に、測定開始キャンセルっていうことになってるんですけれども、まだこの測定開始、クリックしてもクリックできないようになってます。でこれ油温が、規定の、温度になるまで、測定ができないようになってます。なんで、ちょっと暖気を、完了するまでアイドリングを続けます。はい、で今暖気が完了したんで、この測定開始が選べるようになりました。でこれを押すと、やや回転数が上がって、車両が油量を調べてくれます。はい、測定が終わるとこんな感じで、油量を表示してくれます。で、まあ、ちょうど上限値まで入ってますので、まあ、エンジンオイルレベル異常なしということです。でこれより入っちゃってる場合だとか、もしくはこの下限値より少ない場合ですね、は油量の調整が必要になります。はい、で作業が終わったら続いて、診断機を、車両と接続して、CBS のリセットを行います。 CBS はコンディションベースドサービス、要はサービスリマインダーですね。まあ、一定の走行距離だったりだとか、日にち時間で、メーターの方に、まあ、そろそろ、オイル交換ですよだとか、まあ、ブレーキルドの交換が必要ですよだったりだとかっていう表示が、出るようになる機能ですね。で、まあ、その辺を、リセットしていきます。で詳しい、まあ、CBS の内容確認方法は車両の方でご説明します。で詳しい内容に関してはこのナビ画面、車両情報、車両ステータス、上から5番目のこの点検実施時期ですね、こちらで内容が確認できるようになってます。で必要に応じて、まあ、整備したものをリセットします。はい、で油量の確認が終わったら、漏れがないか再度確認します。問題なければサービスキャップを閉めます。はい、というわけで今日はオイル交換の様子をご紹介させていただきました。オイル交換、お車の用途、ご予算などに合わせて、オイル数種類用意してございますので、お気軽にお問い合わせください。土がお送りしました。ご視聴ありがとうございました。